皆さんこんばんは。今日は私は大阪におります。大阪というと水の都と呼ばれます通り、なにわ八百屋橋です。橋がたくさんあるということで八百屋橋と呼ばれておりまして、このように昔ですね、交通の要衝として栄えてきました。これが昔の心斎橋です。船を使っていろんな物資を運んでおりました。お米だったりお茶だったりいろんなものをですね運んでいました。今も行こうと思います。が描かれております。今でも電車に乗ると何々橋と橋のつく駅名がすごく多いですね。大阪の市役所もライトアップしてます。